マナフジジ,ジ城は、熊本県上馬式郡山都町に存在した城郭である。別名、矢部城とも言う。阿蘇市は、阿蘇の南里屋より浜城に館、浜の館を移し、川の対岸、小高い丘に爪の城として岩尾城を築いたが、地形的な制約から防御力のさらに強い城が別に必要であった。緑川と仙滝川に挟まれ、 鶴の緑赤い運と繋がる白糸の道は有明海の緑か赤港近くにある重要な港湾川尻と繋がるもので当時は重要であったこの城は鶴と浜町と結ぶその延長線上にあり南の守りと北から攻められた時に逃げ込む城としての役目もあったと考えられる近くには鶴が淵道と呼ぶ古道があり江戸時代には河川を改修して 山間部で採れた米を川尻経由で大阪まで運んでいたという。マナ富士事情は阿蘇市によって白糸大地の南端に築かれた山城である。小西幸長によって金星城に改築され、さらに加藤清正の集築を受けた。目下のところ、熊本県における古河原の唯一の出土地点として知られている。上地は昭和46年11月25日に、 大和町指定史跡となり、クルスガ河原は、同49年1月14日に大和町指定文化財になった。マナフジ寺城は、白糸台地の末端部、緑川と千滝川の峡谷に挟まれた、京いな大地上にある、三つの尾根にまたがるよう、一致している。北から南に向けて緩やかな光を描きつつ、ところどころに尾根が突き出しながら、 総延長約560メートルにわたり、上域が広がっている。その三日月城をなす上域の中央付近から西へ突き出る尾根によって、道場の縄張りは一見すると、あたかも北西に頭を向けて、両翼を大きく広げた、鶴のようでもある。上域の中央には、急都上口と重なるように林道が、南北に貫いており、南北どちらからも160メートルほど入り込んだ、 あたりでややまとまった平坦地が存在し、上角の主要部分とみなされる。この平坦地には、南北それぞれに高さ数メートルの小丘陵が存在し、北を伝二の丸、南を伝本丸、伝本丸より西へ突き出る尾根を伝像の丸とする、幻覚式の体をなすが、これまでに行われた調査の過程で伝二の丸丘陵の方が標高が高く、面積も 広いことが判明し、本丸と二の丸との位置関係は、本来逆であったと見られる。一方、木内から大小の石を出土することにより、石垣の存在はかねてより示唆されていたが、平成19年、大雨による土砂災害で渦漏れていた石垣の一部が発見され、その残存が確認された。同22年の調査によって、その分布は伝本丸から伝蔵の丸にかけての他に、 上域最北端の通路東に隣接する小級寮でも確認されており、その付近の旧地名、縄門と合わせて功炉の存在を伺わせている。石材は安山岩だがかなり硬質で、加工痕跡を明瞭に留める石材は極めて少ないものの矢を用いた割石を積み上げており、墨石には三木積みを用いている。現状での出土遺物は瓦が主で、 県内唯一のクルス瓦のほか、トモエモンのノキマル瓦などが出土している。クルス瓦はこれまでに4点の追加出土を見ているが、やはりその出土は道場内に限られている。ただし分布域は石垣県出部全域に拡散する形となっており、二次利用の可能性が高い。マナフジ事情の起源は、上元年、阿蘇大宮寺。 阿蘇忠次が、天台集計寺院の真田藤寺を移転させた後地に、城を築いたことによると伝えられる。以後、阿蘇氏が城を管理していた。文章元年、日後国主を菊池ため国に敗れた、阿蘇これただが道場へ立てこもっている。天正十三年、薩摩島津氏の来襲により、攻め落とされ、矢部から阿蘇氏の有力な拠点がなくなった。天正十六年5月、 肥後国南藩の大使として、小西雪長が入国すると、雪長は道場を金星城へ改築し、関西出身の家臣、有城野兵次を城代に置いた。雪長及び野兵次は、キリシタンとして知られており、木内より出土した、来栖ワラは、この時期の所産とみられる。熊本県においては、他に出土例がない点で重要な出土品である。 慶長5年の関ヶ原の戦いにおける行長の没落に伴い、道場は加藤清正の所有するところとなった。清正は城郭を大規模に集築し、三重の天守を建て、長尾安右衛門前世へ続いて、加藤万病へ正直を城代に置いた。慶長17年、宇都城、水俣城と共に破却された。破却後の部材の一部は、 熊本城へ運ばれたという伝承が残されている。廃城後は鉱物地となり、その後城下の集落が北へ移動したこともあって長く放置されていた。元の地形を止めているが、現在は私有地となり、畑、茶の木や栗などが植えられており、保存状況は良くない。近年、大和町教育委員会の手により発掘調査が行われ、報告書が作成された。道から見える。 北側の谷に高い石垣の名残が見られるが、草が生い茂っている。また、道横に面した一部斜面は土砂が崩壊している。緑川を挟んだ対岸、メマルやメマル山付近からは、大地全体と城のあった位置がよく見える。周囲は河川がえぐった深い谷イコール天然の溶害に囲まれた位置にあり、中世城の立地特徴がわかりやすい。その形状から、 マイズル城の異名がついた、という説もあるが、実際には、道場の本来の城下集落が、大地南の生寺名、鶴にあり、その前に位置することから、全鶴城と称され、それが点火して、マイズル城となったものとみられる。なお、マイズル城の異名はほとんど資料には現れない。マナフジ城のある、白糸大地は、火山灰水土壌であり、一時堆積途中にぶ手を、 含むことは、ほとんどない。日本歴史地名台形44、熊本県の地名平凡九1985年、岩尾城跡。ありがとうございます。